おい、霊夢。今回はこの衛星写真を見てくれ。なんだよ、マリサ。今回はどこを見ていくの？今回はこの場所、オーストラリアと関係する地形を見ていくんだ。ほう、これがオーストラリアの空撮写真というわけね。そうなんだぜ。そして、今回はその中でも、この辺りと関係する地形を見ていくぞ。ここには何があるの？霊夢はグレートバリアリーフという、名称を聞いたことはないかい？グレートバリアリーフ。聞いたことあるわ。海にある有名な観光スポットだったはずよね。そうなんだ。ここが、そのグレートバリアリーフなんだぜ。へえ、オーストラリアの北東付近にあるのね。そして、かなり大きな範囲を指すわけね。そうなんだ。ところで、なぜグレートバリアリーフって有名なの？このグレートバリアリーフは、オーストラリア大陸北東岸に広がる、世界最大級の珊瑚礁地帯で、その綺麗な景観からも、人気の高い観光地となっているんだ。ほう、ここに珊瑚礁があるわけね。ちなみに、この一帯はユネスコにより、1981年に世界自然遺産として認定されているんだ。世界遺産でもあるんだ。というわけで、今回はこのグレートバリアリーフと関係する、珊瑚礁地形について話していこうと思うんだ。珊瑚礁も立派な地形だからね。おお、それは楽しみね。今回は珊瑚礁の特徴などを、グレートバリアリーフなどと共に見ていくぞ。では、早速始めていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。グレートバリアリーフとは？このグレートバリアリーフは先ほど言った通り、世界最大級の珊瑚礁地帯となっており、漢字表記では大保礁というんだ。その長さは2500キロを超え、大小700の島が散在する地域となっているんだ。札幌から那覇までが、すっぽり収まるくらいの規模なんだぜ。でっかー。その広い範囲は宇宙空間からも、確認できるほど広大で、生物が作り出した、単一の構造物としては世界最大なんだ。へえ、まさに地球規模の地形というわけね。あれ？今、生物が作り出したって言った？ああ、そうだよ。この地形は生物が作ったの？そうなんだ。その生物とは微小な珊瑚などの有機体で、これらが数十億集まってできたものなんだよ。いわゆる珊瑚礁というやつだ。ということは、計り知れない数の珊瑚がいるわけね。そういうわけだ。ちなみにグレートバリアリーフとは、グレート大きな、バリア壁、リーフ珊瑚という訳で、大きな壁のように連なっている珊瑚という意味になるぞ。そのままではないか。そして、この珊瑚礁は暗礁を作り、そこに多くの生物が集まっているんだ。そのため、この地域の生物多様性を支える、重要な役割を担っているんだ。ここには、約200万年前から、成長を始めたと言われるテーブル珊瑚をはじめ、約400種類の珊瑚礁が生息しており、他にも1500種類以上の魚類、約240種類の鳥類や、絶滅の危惧に瀕している、ジュゴンやウミガメ、30種類以上のクジラや、イルカなどの生息地となっているんだぜ。その生物多様性からも、世界遺産に選ばれたわけだね。そうなんだ。ちなみに、選考理由としては、美しい珊瑚礁を見ることができる自然美、地球で珊瑚礁が誕生した歴史を知る上で、非常に重要な資料、珊瑚の進化の過程を見ることができる重要さ、多種多様な海洋生物を見ることができる貴重さ、が挙げられるんだぜ。いろんな面で重要な場所だというわけね。また、その珊瑚礁の美しい景観や温暖な気候、綺麗なビーチなどから、ダイビングやリゾート地としても、人気な観光地となっているんだ。またオーストラリアを代表する、観光スポットでもあり、多大な経済効果を生んでいる場所でもあるんだぜ。ぜひ、行ってみたいわね。さらに、エベレストや、グランドキャニオンなどとともに、世界の自然七不思議に、選ばれたこともある場所なんだ。まさに地球を代表する地形ってわけね。そうなんだ。では、ここの歴史を少し紹介しておこう。このグレートバリアリーフの誕生は、約1800万年前だとされている。そして、このグレートバリアリーフとともに、オーストラリア先住民族のアボリジニたちは、長く共生を続けてきた。その後、ヨーロッパ人移住後は1770年の、ジェームズ・クックなどによる、探検や調査が進んだんだ。そして時が過ぎて、1960年代には、グレートバリアリーフ内での、石油掘削が認められたことを契機に、賛否の論争が起こり、1970年代からは保護に向けた検討が、始まったんだ。そして、現在はその暗礁のかなりの部分は、オーストラリアの、グレートバリアリーフ海洋公園に指定され、漁業や観光などの人間の行為が及ぼす影響を、制限しているんだ。ここにもやはり環境破壊の問題があるんだね。そうなんだ。けれども、気象変動による珊瑚の白化現象や、天敵であるオニヒトデの大量発生などの生態系に、打撃を与える環境変化が発生している。1995年から行われた、珊瑚礁の健康状態調査では、2017年までに珊瑚礁の規模と種類が 50% 以下にまで減少していることが明らかとなり、珊瑚礁全体の約3分の2に白化が見られ、死滅していることがわかっているんだ。地球温暖化の影響などで、珊瑚がピンチだというのはよく聞くよね。そうだね。ちなみに珊瑚って、水温が上昇したらダメなんだね。ところで、珊瑚ってどのような生き物なの？では、ここで近づいて、珊瑚について少し紹介しよう。珊瑚とは？
サンゴとは、分類学的には、四方動物門、下中子門に属する動物なんだ。植物とは違うわけね。そうなんだ。この四方動物門は、クラゲやイソギンチャクなども含まれており、サンゴは、その中でも硬い骨格を発達させたものなんだ。またクラゲなどと共通して、サンゴも毒のある触手を持っているんだぜ。へえ、そうなんだ。そして、サンゴの本体をポリプと呼び、自らを外敵から守るために、身の回りに、石灰質の岩のような骨格を作るんだ。そして、その骨格を広げていき、自らのクローンを作り出し、ポリプの個体数を増やすとともに、さらに骨格を広げていくんだ。こうして長い年月をかけてサンゴが、何百万、何千万と集合したものが、岩のような増床サンゴの正体となるんだぜ。ちなみにポリプが複数集まってできたものを、群体性サンゴと言い、ポリプがそのまま、一つのサンゴ個体となるものを、単体性サンゴと言うんだぜ。サンゴの中でも種類があるんだね。そうなんだ。でも、動物なら、どうやってエネルギーを得ているの？植物だったら光合成で、自らエネルギーを作れるけど、動物だと他から得ないといけないよね。そうだね。一部のサンゴの場合、エネルギーを得るために、自らの体内に褐虫藻という、植物の一種を飼っているんだ。そして、この褐虫藻が光合成で得たエネルギーを、サンゴがもらっているというわけだ。へえ、面白い生態だね。そのため動くことができないサンゴは、動かなくてもエネルギーを得られるんだ。このように、動物でありながら、植物のような方法で、活動エネルギーを得ているサンゴは、ちょっと変わった生き方をしている、生き物なんだぜ。地球にはいろんな生き物がいるんだね。そして、この褐虫藻の光合成のため、光を得ないといけない生態が、サンゴ礁の特徴的な地形を、生み出しているんだ。ちなみに、サンゴの中でも、先ほど言った褐虫藻を、共生させているサンゴ増床性サンゴと言うんだ。一方で、褐虫藻と共生しないものもある。その場合はどうやって、エネルギーを得ているの？彼らは触手による捕食で、代謝のほぼ全てのエネルギーを賄っている。このようなサンゴを非増床性サンゴと言うんだ。ちなみに、この非増床性サンゴは、光合成をしてもらう必要がないので、普通は深い海に生息しているんだ。深海にいるサンゴもあるんだ。知らなかったわ。また、増床性サンゴも、多少は捕食によってエネルギーを得ているけど、その割合はとても低いんだ。ほとんど、光に依存して生きているわけね。そうなんだ。この生態のために、サンゴの生息地が決まってくるんだ。ところで、サンゴって、どこに生息しているイメージがある？むむ、そうだね。沖縄やハワイなどの、南の暖かい海にいる印象だね。寒いところにいるとは聞かないな。その通りなんだ。増床サンゴは、基本的に強い光の当たる、赤道付近の浅い、透明な海に生息しているんだ。なぜなら、彼らは、光を必要としているからね。なるほど。サンゴがいる海が綺麗なのは、光を取り入れるためなのか。そうなんだ。赤道付近で浅く、透明だからここにサンゴが多く生息してんだね。そうなんだ。そして、この生態によってサンゴ礁ができるんだ。ちなみに海水温の上昇や、赤土が海に流出したりして環境が悪化すると、褐虫藻がサンゴから逃げてしまう。そして、その後、栄養不足でサンゴはなくなり、白い石灰質の骨格だけが残るんだ。この時、白くなることから、白化現象と言うんだぜ。ちなみにサンゴには、カラフルなイメージがないかい？ああ、言われてみれば赤くて綺麗な、サンゴとかもあるよな。そのような綺麗なサンゴは、宝石サンゴと言われるんだ。宝石サンゴは、主に深海に生息するサンゴに含まれるんだ。光の届かないところに生息し、個体で褐虫藻を飼っていないサンゴだったよね。そうだね。そのような宝石サンゴが、カラフルなイメージを与えているんだ。けれども、今回話しているのは増床サンゴ。このサンゴは宝石サンゴ、深海にいるサンゴとは違い、浅瀬で集まって生息し、褐虫藻を飼っている。そのため色も褐色をしており、宝石サンゴとも違う感じなんだ。そのような違いがあるのか。もちろん、この分類は全てのサンゴに当てはまるわけではないけどね。では、次に地形としてのサンゴ礁を紹介していこう。サンゴ礁とは何か？サンゴは先ほど言ったように、温暖で浅くて、透明な海に生息する。その水温は18度から30度だとされている。ちなみに30度を超えると死滅してしまうんだ。そして、このサンゴが死ぬと、石灰質の骨格だけが残り、それが長い時間かけて積み重なって、海底が隆起した地形をサンゴ礁と言うんだぜ。多くのサンゴと時間をかけてできる、地形なんだね。そうなんだ。ただサンゴ礁を形成するのは、必ずしも増床サンゴだけではない。他にも石灰質の骨格を大きく発達させるものがあれば、サンゴ礁を形成する要素となりうるんだ。では、ここでサンゴ礁の分布について、もう少し詳しく見ておこう。さっき言った条件だけではないんだね。そうなんだ。これがサンゴ礁のおおよその分布図だ。この図でもわかるが、このサンゴ礁の分布は太平洋、インド洋、大西洋の西側に集中しており、東側にはあまり見られないんだ。確かにオーストラリアや沖縄などの太平洋の西側でよく聞くよね。でも、東側も赤道付近なのにな。これには、海流が関係しているんだ。
このように、赤道付近では貿易風によって、西向きの暖流が発生し、東側では高緯度地方からの寒流が、その後、入り込んでいる。確かに、こことかの東側は寒流となっているな。だから、サンゴ礁は西側に集中しているんだ。さらに、浅瀬に生息するということは、島や大陸にくっつく形でできるんだ。グレートバリアリーフも大陸の沿岸部だからね。ただし、サンゴ礁は火山活動の活発なところでは、見られることは少ない。これは火山から噴出するガスや、熱水が海水に溶けると、強い酸性になるためなんだ。そのため生き物は暮らしにくくなるのだが、サンゴ礁はカルシウムの殻を作って成長するため、殻が溶けてしまうため、生きていけないんだ。サンゴの骨格は石灰質だから、カルシウムというわけだ。そのような特徴もあるわけね。では、次にサンゴ礁の地形を見ていこう。いよいよだね。サンゴ礁の地形。このサンゴ礁が作る地形はその発達具合によって、巨礁、補礁、干礁に分けられるんだ。では、それぞれについて見ていこう。まずは巨礁だが、この状態が初期段階と言えよう。このクルンバ島のような状態を言うんだ。島の周りが水色になっているね。綺麗だ。この色が変わっているところにサンゴ礁があるんだ。このように巨礁とは海岸部に接して、発達したサンゴ礁のことを言う。現在の日本のサンゴのほとんどがこの巨礁なんだ。日本でも見られるんだね。そして、次の段階を補礁と言うんだ。この補礁にグレートバリアリーフも含まれる。ついに名前が出てきた。この補礁は海岸からやや離れた位置に、サンゴ礁が広がっている特徴がある。そして、補礁と陸地の間の海は、補礁によって囲まれた礁溝を形成するんだぜ。これをラグーンと言うんだ。でもどうして、巨礁の次の段階では、サンゴ礁と陸地が離れるの？これは時が過ぎ、巨礁がある島や陸地が沈降、もしくは海面が上昇すると、巨礁がある場所が、海岸線から遠くなるからなんだぜ。あれ？でも陸地が沈降、もしくは海面が上昇して、そのままサンゴ礁も沈むってことはないの？そうはならないんだ。というのも、このサンゴは成長していく。そしてサンゴは光を求めて、上方向にしか、成長しないので、場所を変えずにサンゴ礁が発達していくんだ。このようにして、補償が形成されていくと考えられているんだ。陸地や海面の変化速度と、生物の成長速度の違いによってできる地形なんだね。そうなんだ。そして、その後、さらに段階が進むと干渉となるんだ。これが干渉となっている、トケラウ諸島のアタフ干渉だ。わあ、すごい地形だな。サンゴ礁に囲まれて、真ん中が湖だけになっている？そうなんだ。この干渉はサンゴ礁が環状に広がり、内側に島がない地形のことを言うんだ。干渉の陸地の内部に礁湖が広がっているんだぜ。そして、中央の礁湖は浅く、サンゴ礁の切れ目にできた水道を通して、外界と繋がっていることも多いんだ。補償から進んだ段階ってことは、中央にあった陸地が、海面下になってできたということ？そうなんだ。今は見えない陸地があった証なんだね。なんだかロマンがあるね。そして、この干渉は太平洋南部とインド洋に分布し、大きなものは幅60キロを超えるものもあるんだ。でっかいなぁ。そして、この干渉とまでなると、見えないところに、多くのサンゴの死骸が積み重なっているんだろうね。そうなんだ。ちなみに、サンゴ礁地形ができた経緯が、海面上昇または陸地の上昇によると言ったが、陸地が沈降してできたとする説は、チャールズ・ダーウィンによるものなんだ。ほう、あのダーウィンが関係しているんだ。陸地の沈降や隆起の話となると、プレートテクトニクスとも関係してくるんだ。日本やオーストラリアのプレートの、動きとともに見ると、わかることがあるかもしれないわけね。そういうことだ。また、他にも、サンゴ礁によってできた地形があるぞ。これは日本最南端の沖ノ鳥島の写真なのだが、この島もサンゴ礁からなる島なんだ。確かに色が変わっているから、サンゴがあるんだね。でも、これはどの段階になるんだ？この沖ノ鳥島は干礁と説明されることも多いのだが、干潮というよりも平面上にサンゴ礁が発達し、内側も水深が浅いため証拠が見られない。確かに、このようなサンゴ礁の地形を拓礁と呼び、干潮と区別することがあるんだ。そして、この拓礁は、陸地から離れた風や、うねりの激しい海域に見られ、直径数キロ以下の小型のものが多いんだ。サンゴ礁って言っても、いろんなものがあるんだな。以上がサンゴ礁の地形に関してだ。では、次にサンゴ礁と生物多様性の関係を見ていこう。サンゴ礁が生む生物多様性。グレートバリアリーフには、先ほど言った補償が多く存在する。その場所はオーストラリアの北東部にあり、多くのサンゴ類と島、そしてそこに連なるサンゴ礁があるんだ。そして、サンゴが暗礁となり、多種多様な生物が生息しているんだぜ。でも、どうしてサンゴ礁があるところには、多様な生物が住み着くんだろう？いい質問だね。というのも、このサンゴ礁が生息しているところは、多くの生物にとっても、住みやすい場所となるからなんだ。そのためサンゴ礁は、海の熱帯雨林とも呼ばれるんだ。海なのに森だと、素敵な表現だね。では、その理由を挙げていこう。まずサンゴ礁の複雑な地形は、小型の生物の隠れ家になりやすい。
また、捕食者から卵を隠すこともできるので、絶好の繁殖場所としても機能するんだ。さらに、礁が防波堤となって、外界の高波をせき止めるので、礁の内側の波は穏やかになる。そのため、泳ぐのが得意でない生物にとって、とても過ごしやすい環境となるんだ。さらに、それだけでなくサンゴ自体からの影響もあるんだ。サンゴは体内に褐虫藻を共生させており、この褐虫藻は光合成によって、二酸化炭素を吸収してくれるんだ。そのためサンゴのおかげで、二酸化炭素濃度が安定していると言われているんだ。加えて、サンゴによって、綺麗な水質が保たれるんだ。ほう、どのようにしてなんだい？サンゴは光合成によって得た、エネルギーで粘液を放出するんだ。この粘液は水中の有機物を絡め取り、沈殿する性質を持っている。さらに常駐する微生物や、様々な動物の接触活動で分解されるので、サンゴ礁周辺の水質は濁らず、正常に保たれるわけだ。そのような効果があるのか。サンゴはすごいな。そして、サンゴがいるところには、豊富な食料源が存在するようになる。というのも、先ほど言ったが、サンゴ礁の周辺には小型の生物がたくさん集まってくる。そうすると、それを餌とする大型の生物にとっても、豊富な食料庫となるんだ。さらに、普段は礁の外にいる大型の生物も、餌を求めて礁の内側にやってくることがあるんだ。また、先ほど言ったサンゴが放出する粘液は、小さな生物の栄養分にもなるんだ。そして、このサンゴの生息は、陸上の生物にも影響を与えるんだ。海だけでないのか。サンゴ礁付近の海岸や、砂浜は石灰分を豊富に含むので、石灰分を栄養に成長する植物が多数自生するんだ。そして、その植物の周りもヤドカリやヤシガニ、ウミヘビなど、様々な陸上生物の生活の場となるんだぜ。さらに、サンゴ礁は防波堤と同じ役割を果たすので、津波や高潮などから海岸に暮らす、陸上生物を守ってくれるんだぜ。そのような効果もあるんだね。サンゴってすごく重要なんだね。そうなんだ。このようにサンゴは、生物多様性の要となっているんだぜ。だから、サンゴ礁の保全が重要であり、盛んに呼びかけられているんだ。サンゴ礁がなくなることは、陸でも森がなくなるようなことなんだ。そう考えると、ことの重大さが分かってくるな。以上がサンゴ礁と生物多様性についてだ。では、最後にグレートバリアリーフにある、サンゴ礁地形をいくつか見て、今回は終わりとしよう。グレートバリアリーフにあるサンゴ礁。このグレートバリアリーフに行くには、日本からオーストラリアの北の玄関口ケアンズを、経由するのが便利なんだ。このケアンズから各島に向かうという形になるよ。そして、このグレートバリアリーフには、多くの島やサンゴ礁があり、ジュゴンや、ウミガメといった生物も生息している。さらに多くの鳥や、ウミヘビなども存在しているんだぜ。そして、そのようなグレートバリアリーフの中でも、観光スポットとして人気の場所がいくつかあるんだ。例えば、ここにあるグリーン島。この島は、グレートバリアリーフの中でも特に有名な島で、比較的小さな島で、徒歩で一周できるほどなんだ。サンゴ礁の上にできた熱帯雨林としては、唯一の島で、マリンスポーツ以外にも、熱帯雨林散策も楽しめるぞ。そしてここでシュノーケリングを行うと、カラフルな魚やウミガメなどの、たくさんの種類の海洋生物を、観察することができるんだ。またケアンズからも、アクセスが良いところにあるんだぜ。ぜひ海に潜って、サンゴ礁も見てみたいね。そして、他にもここにハートリーフという、有名なサンゴ礁がある。ここはハート型にできたサンゴ礁で、有名な場所となっている。上空から見下ろして、見るのがおすすめだ。一方で、ここにはホワイトヘブンビーチがある。中心部に位置する場所だね。ここはきめ細かく白く輝く砂と、手つかずのビーチとして世界的に有名な場所なんだ。その他にも多くの宿泊できる施設があり、手つかずの豊かな自然を楽しめる場所が多くある。このようにグレートバリアリーフといっても、多くの島や場所によって特徴が変わってくるんだ。そして、もちろんどこに行っても、サンゴ礁は関係しており、地学的にも面白い旅となるだろう。ぜひ行ってみたいな。というところで、今回は終わりとしよう。今回の動画はいかがだったかな？サンゴ礁と聞いて、綺麗なイメージしかなかったけど、地学的に見て魅力的な場所なんだね。あとサンゴ礁を大事にしないといけないわけが、分かってよかったぞ。それはよかった。では、今回はここまでとしよう。また、本チャンネルでは次回以降も、地理に関する動画を載せていくので、ぜひチェックしていってくれよな。それじゃあ、またねー。またねー。